六本木エネルギーサービス株式会社は六本木ヒルズに電気と熱を供給している会社である。本社は六本木ヒルズ森タワーの最下階の地下6階にあり、六本木ヒルズエネルギーセンターと同様に併設されている。ガスタービンコージェネレーションシステム、蒸気ボイラー、吸収式冷凍機などの設備を有しており、六本木ヒルズで使用される電気と熱の大部分を供給している。 地上から真下の地下約30メートルの位置にある。エネルギーセンターには発電機に接続されたガスタービン6機と蒸気タービン1機が設置されており、発電能力の合計は38,660キロワットである。ガスタービンは都市ガスを燃料としており、タービンに蒸気を噴射して出力を上げることもできる。また、非常時には灯油を使用することもでき。 非常用の灯油が六本木ヒルズに備蓄されている。ガスタービンの熱い排気ガスは排熱ボイラーで蒸気を発生させるために利用される。エネルギーセンターには都市ガスを燃料とする複数台の蒸気ボイラーが別にあり、排熱ボイラーと蒸気ボイラーで発生された蒸気は暖房のために供給されるほか蒸気吸収冷凍機で利用される。 冷凍機で作り出された冷水は、冷房のために供給される。AB 六本木エネルギーサービス株式会社、第20期決算広告 ABC 森ビル、ヒルズの電力を支える縁の下の力持ち、六本木エネルギーサービスとは、森ナウハット ABCDE 東京ガス、特集、お客様導入事例、六本木ヒルズ、ハット IHI、導入事例六本木エネルギーサービス。 ありがとうございます。